はい、こんにちは。シアスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は、鏡というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えば、外見であれば、その鏡があると、非常にこう自分の姿っていうのがよく見えますよね。まあ、もちろん鏡を使わなくても見ることはできるわけですけど、鏡を見た方が自分のね全身の姿っていうのがよく見えるということです。で じゃあ心はどうなのかっていうことですよね,ね。心っていうのはその外見みたいに自分の目で見ることができないわけです。ね、心っていうのはまあ内側で自分から,が内側から感じるものなので、まあ、見えないわけですよね。じゃあ、心に鏡っていうのはないのか、まあ、つまり自分の心を映し出すものっていうのはないのかっていうことなんですけど、これは実はあるんですね。それは何かって言ったら人です。人ですね。 要するに、自分が縁があって、親しく付き合っている人、もしくは目の前にいてくれている人、この人たちが実は自分の心を映し出す鏡になっています。ただ、外見の鏡と実際その心の鏡である人の違いっていうのがあるわけですけど、それは何かっていうと、外見を映す鏡っていうのは、今この瞬間の自分を映してくれますよね。 外見の鏡っていうのは今この瞬間の自分を映してくれるそれに対して、ね、心の鏡である人っていうのは今この瞬間の自分を映してくれてるわけではないんですねじゃあいつを映しているかっていうと過去の自分を映してるんです過去の自分の姿過去の自分の心の状態あり方というものを今目の前の人が映してくれてるんですねだから その今、自分の目の前にいる人たちっていうのは過去の自分なんだっていう感覚があるとかなりよくものが見えてくるようになりますで具体的な話っていうのをまあ例えば2つ、ねえー、したいと思うんですけど例えば、ねまあ、自分の目の前に4歳の子供がいるとしますよね、まあ、それがこう自分の子供だとしますで4歳の子供は間違いなく自分今の自分は映してないですよね4歳の子供は今の自分は映してないわけですよ 過去の自分を映してるんですよねでそうした時にあに覚えておきたいことっていうのは人の記憶というのは全く当てにならない人の記憶というのは全く当てにならない人の記憶というのは全く当てにならないっていうのは、ね、覚えておいた方がいいと思うんですけど、ね、あのパソコンとかスマートフォンに何か保存するとすごい正確に保存できるんですよね パソコンで保存しました、スマートフォンで保存しましたで。その保存されたものっていうのはものすごい正確に保存されてるし、実際ね、時間が経った後もう一回ね、それをこう呼び出すって言ったときは、ね、一時一句変わらず正確に呼び出せますよねで。人間の記憶っていうのはそれとは全く違うんですよ、ね。人間の記憶っていうのは全くそれとは違って、保存するときも曖昧。 要するにその人のその時の感情とか気分っていうのが入った状態で保存されるんですよね。だその人がその人なりに解釈したものが保存されるわけです。そしてもっと、ね、厄介なことにそれを呼び戻す時に正確に呼び戻せないんですよね,ね読みあの。例えば自分が4歳の時っていうのは当然あったわけですよ。今自分は4歳ではありませんと。ねえー、昔4歳でしたと、ねで。4歳の時に何らか記憶しているわけですよね。 それを例えば、ね、30年経った自分が、ね、呼び起こそうと思ったとしても、ね、4歳の時の記憶をそのまま正確に呼び戻すってことはできないんですねでど人間ってどうしてるかって言ったらその今の年齢の今の知識、経験で呼び戻すんですよだからすごい自分にとって都合がいい記憶しか思い出すことができないんですね。 だから今、4歳の時よりもはるかにたくさんのことを知ってはるかにたくさんのことを経験してきてるわけですよ。だから明らかに4歳の,時の自分4歳の時より自分ははるかに進化成長してるわけですよね。困ったことに記憶っていうのはこの進化成長した今の自分の解釈で4歳の記憶を引っ張り出してくるんですよ。だから ね、自分が4歳の時どれぐらい未熟だったかっていうのは全く思い出すことができないんですね。なので、ね、あの要するに例えば子育てで4歳の子供に怒ってるとかイライラしてるっていうのはそれが原因で起きているわけなんですよ。本当はは自分も4歳の時は それぐらい、ね、意地悪したり、ねあの、いたずらしたり、迷惑かけたりしてるんですよ、4歳ってもう好奇心の塊みたいな、ね、存在なので、とりあえず、ね、何でも触ってみたいし、とりあえず何でも自分の思った通りやってみたいわけですよね、だからいろんな、ね、本当は触ったらいけないものを触ろうとするしね。 なんかいろんなものをこぼしたりね、ね叩いたりね、ね投げたりとか、ね、いろんなことをするんですよね、まあ、明らかにねあの大人を怒らせるようなこと、でも彼らからすると、彼女たちからすると、それは、ね、単なる好奇心なんですよ、とにかく自分は触ってみたい、体験してみたい、やってみたいっていうので、どん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 触ったりね、ね投げたり、叩いたりね、ねあのこぼしたりね、ね、まあ、そういったことをいろいろするわけですよね。 でその時に、じゃあそれを見てる大人の方が、ね、例えば40、40歳の大人がそれを見た時に、まあ、怒るわけですよ。ね、怒るんですけど、ねそれ、その怒る時の自分っていうのはね、4歳だった時の自分っていうのは完全に忘れてるわけですよ。ね、その自分も4歳っていうのは経験してるにもかかわらず、今は自分は例えば40歳だから、40歳の自分としてしか 記憶っっってていいうのを引っ張ってこれないわけですよだから自分は、ね、4歳の時っていうのは、ね、多分、もっとしっかりしてたぐらいのなんか幻想の中にいるんです、実際はそんなことないんですよ、実際は自分も4歳の時は同じぐらい人に迷惑かけてたし、同じぐらいバカなことをたくさんやってたんですよね、同じぐらい失敗たくさんしてるわけですよ、でもそれはもうきれいさっぱり忘れてるわけですよね。 きれいさっぱり忘れてて、今自分が持っている記憶っていうのは全部40歳の自分が引っ張り出してくるので、なんか自分はすごくね、こうしっかりしてた人間のように、まあ、げ勘違いしてるというか、そういう幻想の中にいるわけですけど、実際はもしかしたらね、あの4歳の目の前にいる、今目の前にいる4歳の子の方が、もっとしっかりしてるかもしれないわけですよ、自分が4歳の時よりも。 これが要するに目の前にいる人が過去の自分を映しているということなんです、ね。過去の4歳の時の自分もすごく好奇心がたくさんあったし、だからいろんなものを触ってみたいとか、ね、あの投げてみたいとか叩いてみたいとか、ね、こぼしてみたいとか、ね、そういったことをやってたわけですよ、やってたんですけど、それはもう、ね、あの自分の都合をよく全然覚えてないわけです、どれだけ人にね迷惑かけてきたかとかっていうのも全然覚えてないわけですよね。 ただもう40歳の今の自分が都合よく自分にとっての記憶っていうのを持ってるというだけなわけです。だけど、ね、でも目の前の4歳の子はね、そういう意味では全然自分と変わらないんですよ。自分が4歳のときと目の前の4歳の子って言ったらね、そんなに大して変わりがないわけです。ね、だから、 ね、じゃあ自分っていうものを知る自分の心を知るのに一番っていうのは目の前の人をよく観察することなんです、ね、4歳の子を観察すると4歳のころの自分っていう姿を見ることができるんですねほとんど実際は変わらないんですよ、ね、もしその目の前の子が、ね、人を怒らせたりイライラさせるようなことをたくさんやってるんだったら、ね、自分は忘れてるかもしれないけどやっぱり自分もそれをやってきてたってことなんですよね。 それが、鏡なんですよ自分の心を知る鏡なんです、ね、今この瞬間の自分っていうのはなかなか知ることができないとしても、過去の自分っていうのは人を観察することでよく見えてくるということです、でもう一つの例を挙げるとすると、例えばね、会社に新入社員が入ってきましたと、ね、新入社員は、ね、今の自分を映し出す鏡ではないですよね。 今はもっと自分は、ね、社会経験を積んで仕事に関しての知識があったり経験があったりするわけだから目の前の新入社員っていうのは今の自分を映し出す鏡ではないわけですただ間違いなく過去の自分は映し出してるんですよ、ね、でそうしたときに今ね、ね例えば新入社員の人が、ねまあ、22歳ですと今、自分は40歳ですとでなればまあ18年間ぐらい、ね、あの社会経験っていうのを、ねえー、より多くやってるわけですよね。 だったら当然自分の方が知識があるのは当たり前だし経験が豊富なのは当たり前なわけですよ。ですけど、ね、22歳のその新入社員を観察すればするだけ22歳の新入社員だった頃の自分っていうのを見ることができるわけですよね。そしたらさっき、ねえー、確認したことと全く同じことっていうのが大事なわけで人の記憶っていうのは全く当てにならないと人の記憶というのは全く当てにならない。 人の記憶というのは全く当てにならない、ね、今の自分が持っている記憶というのは全部40歳の自分が解釈する記憶なわけですよで4歳の時は自分はこうだったとかね、22歳の新入社員の時はこうだったというのは全く当てにならないんですそれは本当に40歳の知識経験を十分に積んだ自分が 4歳、22歳の記憶っていうのを、ね、都合よく解釈してるだけで実際は自分も同じぐらい仕事ができなかったんですよ、最初は、ね、最初は全然ね本当にコピーの取り方から電話の取り方から最初から教えてもらってたんですよ、ね、だから目の前の新入社員っていうのは過去の自分をそのまま映し出しているものなんですね同じぐらい仕事ができなかったんですよで同じぐらい人に迷惑かけてたんですよ同じぐらい失敗してるんですよね そのことをしっかりと理解していくと自分っていう姿自分の心っていうのがだんだんよく見えてくることになります。 で、この、ね、具体例2つ、4歳の子供、そして22歳の新入社員というその具体例を元にね、大事なことっていうのを2つ話を続けていきたいと思うんですけど、1つはね、このか自分の記憶というのは全く当てにならないと、目の前にいる人っていうのはまさに自分の過去を映し出している鏡なんだっていうことが分かると、ねあの、人を怒ったり責めたりするのではなくて、共感っていうのができるようになるわけです。 ね、この知識を持っていると何がいいかというと人に共感できるんですよ、ね、それが自分はね今、目の前の人とは違うっていうものの見方をすると共感っていうのはできないですよね、今の自分、この4歳の子はなんて、ね、あの人に迷惑かけるんだとかね、ねなんていたずら好きなんだとかね、何回言ったらわかるんだというその目の前の子供と自分っていうものが分離してしまっていると共感はできないわけですよ。この子は ね、いたずらをする、私はしないってなると共感できないですよね、だけど今のよ目の前にいる4歳の子供は自分が4歳の時のの、ね、姿なんだっていうふうにものが見れるようになると要するに目の前にいる人っていうのは過去の自分を映し出している鏡なんだっていうものの見方ができると共感することができるわけです。よ。 怒ったり、イライラするのではなくて、共感することができるんですね。あ自分もこんなに、ね、いろんなことを、ね、やってたんだなと、ね、いろんな、ね、気になることを、ね、さどたくさん触ったりね叩いたり投げたり、ね、あのそんなこといろいろやってたんだなっていうことを、ね、でこの子は、ね、やっぱまだ、ね、善悪の区別っていうのがそんなに、ね、しっかりつくわけじゃないから、ね、あの好奇心でやってるんだなということが、ね、こう共感することができるわけですよ。ね もしくはその、ね、目の前に22歳の新入社員の人がいたら、ね、あこの人、ね、何回言っても、ね、やっぱり、ね、1回ではできないでも、自分が22歳の新入社員の時もやっぱり一緒だったんだよなと。 自分も1回教えてもらってもう次からは迷惑かけないようにやろうと思ったんだけど、ね、1回習ったことと実際それがすぐでき、ね、あのそ,のその次からできるかといたとできないわけなので、ね、何回も何回も、ね、同じことを教えてもらいながら1つ,1つ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 仕事ができるようになったんだよなということが、ね、見えてくると要するに、ね、目の前の新入社員と自分っていうものが全く別だというふうになると、ね、頭に来たりイライラして、ね、なんでっていうふうに思うわけですけど 自分の過去の姿をそのまま目の前で見せてくれてるんだっていうことがあると共感っていうことをすることができるわけです、で共感すると相手との関係というのは確実に良くなっていくわけですよね、なぜなら人が求めているのは共感なので、ね、自分が4歳の時もこうだった、自分が22歳の新入社員の時もこうだったということが分かってくると共感っていうのができるということになるわけです。 でもう一つ大事なことっていうのはその過去の自分の心というものを人を通じて知ることによって間接的に今の自分の心を知ることができるんですもう一回言いますね目の前にいる人を通じて過去の自分の心を知ることができることによって今の自分の心を間接的に知ることができるんですねこれどういうことかっていうとね 例えば4歳の子と40歳の今の自分っていうものは違いますよね、明らかにねで。それで例えば感情が湧き上がってくるとしますよね。例えば自分が4歳の目の前の子供を見て、ね、その子がいたずらしたりすると頭にきたり怒ったりイライラしたりしますよね。なんでなのかっていうことなんですよ。もし4歳の自分と4歳の目の前の子だったら絶対怒ったりイライラしたり、ね、頭にきたりしないですよね。 でも、40歳の自分から見ると、目の前の4歳の子に対しては頭に来たり怒ったりね、ねイライラしたりしますよね。でそれはなんでなのかっていうと、自分の方が進化し、成長してるってことなわけですよ。相手は何にも悪くないんですよ。ね、相手は何にも悪くないんですよ。4歳だったらみんなねあの好奇心が旺盛なので、いたずらやりたいわけですよ。いたずらしてみたいわけですよ。それは自分も4歳だったときは全く一緒なわけです。 相手は何にも悪くないんですよ。相手は何にも悪くないにもかかわらず、それを見てる大人の40歳の自分が頭に来たりイライラしたり怒ったりするのはなぜかって言ったら、それは自分の方が変わってしまったからってことですよね。自分の方が進化成長したからということなわけですよ。で、 それで自分の心っていうのが間接的に見えてくるわけです。4歳だった頃の自分と40歳の自分は感じ方が変わっている、その差というものがその人の進化成長度合いなわけですよね。進化成長の度合いなわけです。ね、自分が4歳で目の前の人も4歳だったら、ね、そんなに頭に来たりイライラしたり、ね、怒ったりはしないわけです。でも目の前の人は過去の自分ですと。 で、今それを感じてるのは今の自分ですと、ね。過去の自分に対して今の自分が頭に来たりイライラしたり怒ったりしてるのはそれはなぜかって言ったらそこに感じ方の差があるわけですよ。それが今の自分の心を映し出すまさに鏡になってるんですね。明らかにその人は、ね、進化成長したということであり何らか信じてることが変わってるってことですよね。その人が信じてることが、ね、4歳の子供と同じだったら、ね あの、同じ感情しか、ね、持てない。つまり共感しかしないわけですけど、ね、頭に来たり怒ったりイライラしたりするってことは、ね、こっちの方が成長したためにね、信じてることは変わってきてるわけですよ。だからそのな、その目の前の人と接することによって、間接的に自分の心っていうものを知ることができるわけです。なんで頭に来てるのか、なんで怒ってるのか、なんでイライラしてるのか、それはその後に、例えば道徳とかね、倫理とかね、 まあそういったものを学んで、でそれが自分の,、ねあたあのね、新しい信念とかになってて、その道徳的にそういったことをするのはよくないとか、倫理的にそれをすることはよくないということで、頭に来たり怒ったり、イライラしたりしてるわけですよね。 もしくはその、ね、忙しい時に人に迷惑をかけたらいけないとかっていう、何らかその人が信じてるから、それに反することを目の前の4歳の子が見せると、ね、頭にきたり怒ったり、イライラしたりするわけです。でだからそれで結局自分がじゃあ何を信じてるのか、道徳的なことを信じてるのか、倫理的なことを信じてるのか、もっと、ね、具体的あの、ねも、もしくは自分自身の中で何かやったらいけないということを目の前で。 それを見せられているのかっていうことをこう知っていくことができるわけです。自分が今何を信じているのかっていうのが間接的にこう分かってくるわけですね。それがこの鏡という話になってるわけですね。なんでじゃあ自分は頭に来ているのか。 何を信じてるからそれは自分がイライラすることになっているのか、4歳の子は何も悪くないんですよ、自分も4歳の時だったら同じことをやってたわけだから、要するに目の前の人に頭に来たり、イライラしたり怒ったりしてるっていうのは過去の自分に対して頭に来ているということですよね、なんで頭に来ているのかって言ったら、それはその間に進化成長したからであり、別のことを信じ始めているからですよね。 じゃあ、その自分の信念、感情を生み出す元になっている信念は何なのかっていうのを目の前の人が教えてくれてるわけです、ね。それは4歳の子供が自分に教えてくれてるわけですよ。過去の自分が今の自分に教えてくれてるわけですよ。ね、その間に自分の信念っていうのは変わってきてると。ね、何か信じるものが変わってきてるわけですよ。ね、じゃあ、今何を信じてるのか。とね、その怒り、かイライラっていうものを生み出す 感情のもとになっている信念は何かっていうのを知るヒントというのを目の前の4歳の子が教えてくれているわけです。22歳の新入社員の例も全く同じですよね。もし自分も全く同じ新入社員だったら同じように仕事はできなかったわけですよ。何にもできなかったわけですね。ね本当に電話の取り方、コピーの取り方から習わないといけなかったわけですよね。全く、ね、手取り、足取り教えてもらわないと何もできなかったわけですよ。ね、だけどそ 自分の、ね、22歳の新入社員の頃のことっていうのは棚にあげて、ね、何度言ったら分かるんだみたいなね、えー、もういい加減仕事を覚えるよとかね、もう少し仕事ができるようになってくれっていうふうに思うのは、それは自分の方が新入社員の頃よりも、ね、あの仕事の経験っていうのを積んで、知識を増やして、進化成長したからですよね、相手は何にも悪くないんですよ。だって自分が22歳の時も同じぐらい仕事はできなかったわけだから、相手は何にも悪くないんですよ。 何にも悪くない相手に関わらずそれに対して頭に来たり怒ったりイライラしてるわけですよね。じゃあその差は何なのかってことなんですよ。その間に自分が仕事ができるようになっていって自分が進化成長したことによって何らか信念っていうのが変わってきてるわけですよね。 新入社員の頃だったら、とにかくね、自分はね、仕事に対しての知識、経験がないからね、もうとにかく一生懸命やろうっていうことだったわけですけど、ね、それでこう社会経験を積んで、今の自分が22歳の新入社員を見る,見ると、言い方を変えたら、ね、今の自分が過去の自分を見たときに、何らかの感情が湧き上がってくるってことは、ね、22歳の新入社員の時に持ってた信念と、今に持ってる信念っていうのは変わってるっていうことですよね。 それで間接的に自分のの心っていうのを知ることがでできるわけです。それが本当の意味で、すべての人は私の師匠ですっていう感じになるわけです。す、ね、べての人は何らかを自分に教えてくれる、ね、あの師匠であると、す、ね、べては我が師であるという言葉になるわけですよね。別に4歳の子の方が40歳の自分より正しいことを必ずしも知ってるってわけではないですよ。 ね、もしそうだったら、じゃあね、この三十数年間、一体何をやってきたのってことになるわけですよね、もちろん4歳の子どもよりも40歳の大人の方が、ものは知ってるわけですよ、ね、でも4歳の子が何を教えてくれるかって言ったら、過去の自分は、過去のあなたはこうだったんですよっていうのを教えてくれるわけですよね。 ね、22歳の新入社員よりも40歳の自分の方が仕事はできるわけですよ、社会経験も豊富なわけです、その時に新入社員の方が正しいことを教えてくれるっていう、必ずしも、ね、新入社員が、ね、100, あの 100, 100発100中で正しいことを言っていて、ね、40歳の経験を積んだ自分が、ね、間違ったことを言ってるってわけはないわけですよ、ね、むしろ確率論的には、ね、社会経験を積んでる40歳の人が言うことの方が正しい確率の方が多いわけですよね。 でも全ての人は我が師であると、全ての人は我が師匠であるというのはどういうことかといったら22歳の新入社員はあなたは22歳の時こうだったんですよというのを教えてくれるわけですよね。そ,れそういう意味ではありとあらゆる自分に縁がある人というのは過去の自分を映し出してくれている鏡だから全ては、ね、自分に何らかのことを教えてくれているわけですよ。でそれで 結局じゃあどれぐらいの人と、ね、あの結局違和感を感じるかっていうことがその人の進化成長を決めるわけですよね。例えば4歳の子供と自分は明らかに感じ方が違うそれはなぜかって言ったら自分は4歳よりも進化成長したからですよね。4歳だった自分よりも進化成長したからです。ね、22歳の新入社員見ると明らかに違和感を感じるそれはなぜかって言ったら22歳の新入社員よりも今の自分は進化成長しているからですよね。 ということは、逆の言い方をしたら、接した相手に対して何にも違和感を感じてないとしたら、その人と出会ったときと自分は変わってない、つまり進化成長してないってことなんですね。それは3年前に出会った知人なのかもしれないし、3年前に出会った友人なのかもしれないし、もしかしたら1年前に出会った知人とか。 1> 1年前に出会った友人かもしれないあこの人と言ったら、ね、すごく居心地がいいとかね、全然違和感がないとかね、何でも話が合うとかっていうことになると、逆にね、危機感を持った方がいいわけですよ。その人と出会った時から自分は 進化成長しててなないってことなんですよねだって4歳の子と自分が同じだとは思わないわけですよ、22歳の新入社員と自分は同じだとは思わないわけですよ、でも3年前に出会った友達、1年前に出会った友達とは自分は全然違和感なく、すごく同じ感覚で一緒にいられるっていうんだったら、もしかしたら自分は3年前、1年前からすると全然進化、成長してないってことになるわけですよね。 いずれにしても今の自分の心の状態っていうのを知ることができるその鏡っていうのが実は人なんだということなんです。そして全て自分に縁がある人ですよ、そのなんかね全く人間関係ゼロのなんかね電車に乗り合わせただけの人とか,ねなんかねあの単なる通行人で何もかも知りませんっていう人が自分の鏡っていうわけじゃなくて自分に本当に縁があって 名前と顔とかを知っていて関わりがあるしかも関わりが深い人であればあるほどそれは自分の過去の自分の姿なんだっていうことなんです、ね、だから過去の に対してね怒ったりイライラしたりねまあ,あのっていうのはね全くその論理的には意味がないもちろん人間っていうのはね論理の生き物じゃなくて感情の生き物だからねそこまで割り切ってねいつもいつも冷静でいられるってことはできないですけどでも少なくても目の前の人は過去の自分を映す鏡なんだっていうのを知っていればねその 相手に対してね。要するに過去の自分に対してね。音のあの怒ったりイライラしたりするっていうのはまあね。あの論理的には意味がないっていうことはすぐわかると思うんですね。だったら相手のと共感する。要するに自分が4歳のだった時、自分が22歳の新入社員だった時っていうことを考えれば。 共感する、その目の前の相手と共感するってことは簡単ですし、そしてその相手が過去の自分を見せてくれることによって、今の自分の心の姿っていうのを見せてくれていると。要するにこう間接的に教えてくれているんだということなんですよね。 人がその将来のあるべき姿、自分はじゃあ一体どういう状態の人間になりたいのか、どんな理想的な人間像になりたいのか、どんな心の状態を理想という,ふうに考えているかというのが見えてこないのは、現在の自分の心の状態を正確に知らないからなんですよね。今、どこにいるか分からなければ、将来どこに行きたいかも見えてこないんですよ。でも今、自分はここにいるというのがはっきりと見えてくれば、将来はここに行きたいというのは見えてくるんです。 ね、だから自分の心の状態、今現在、ね、あの公平、中立な。 冷静な目で自分の心の状態っていうのを見るってことがすごく大事だしそれを教えてくれるのは実は今縁があって自分のすぐ近くにいる人たちなんだということなんですその過去の、ね、自分を見せてくれることによってもしそこに違和感を感じたということであればその,その過去の自分の状態よりも今の自分というのは進化成長してきたわけでありその差というものが今の自分の心の状態を教えてくれるわけですそして今の心の状態が正確に分かれば分かるほど 冷静客観的に見れるようになればなるほど今、自分はこの心の状態だから理想的にはこっちの方に行きたいというのもまたおのずと見えてくるということなんですね。 だから、人が自分のね、姿を正確に見るためには鏡を必要とするように、私たちが心の状態を正確に見るためには人を必要とするということなんですね。だから、その目の前にいる縁がある人たちから過去の自分の姿っていうのを教えてもらって、その観察の中から今の状態、今の心のあり方っていうのをね、見るようにしていくと。 そしてそれが正確に見えれば見えるほどじゃあ今は自分はこういう状態だから将来的にはこんな人間になっていきたいというのが見えてくるんだということなんですねだから鏡を大切につまり人間関係を大切にしていきましょうというお話ですはい今回の動画がです、ね、あなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたします そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材の方をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。